ご覧の皆様、こんにちは。ホーステルと申します。ジャッジアイス。続きから再開していこう。クラブアムールの店長にお話をお伺いいたしまして、そして店舗から出ていく。次なる情報は一体、どこ行けばいいんだよ。お、誰だ、急にアップになるんじゃない。びっくりしたじゃねえか。今どこに、カメラに近づきんだろ。アムールって店を出たとこ、スポン通り。アムール、松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。お、急な要件か。まあ急ぐ話じゃ。急じゃねえわ全然。とりあえず事務所に戻ればいいのか。分かった。どうでもいいけど、あの爆裂が爆乳に見えたわ。もう完全に頭決まってんだ。あいつの間にか夕方か。これは時間経つのが早いな。そろそろチンピラどもが街中湧き出す頃か。走ってたら絡まれやすかったりとかすんのかな。なるべく大通り使っていこう。怖いから、絡まれたくないから。一般人だもん僕。着いた着いた。どうしたよそんな急いで電話かけてきて。こっちだって調査で忙しいんだからさ。急ぐ話じゃないんなら後でもいい？僕は忙しいから。あそこ俺の席。え、誰がいる？あれ？なんでお前が？お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、矢神くん。東京地検検事藤井真冬でいるかな。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻し、より戻しへ。付き合うまで言ってませんから。美男美女のカップルか。失礼しました、検事殿。美しき女検事がお近づきになりたいぞ。仕事の話で。だがまさしく高嶺の花。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。マジか、争うのか。絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。色仕掛けか。サウジンから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼な。あ、むしろこいつとつながってんのか。さ、羽村の件だけどもう起訴なの。逮捕したばっかり。動きが早いな。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと。ああ、なんとしてでも檻にぶち込みたい存在ってことか。泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。って言われてもわかんないんだけど。泉田って。ターボーが無罪取った時の検事か。うん。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？矢神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。あー素敵。ゾクゾクするお姉様。これ最後、物語の最後はひょっとして戻んのかな、弁護士。会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。どう思うだと？薬局に寄って帰ってこればよかった。お前持ってない。まあ何言ってんだこいつって話だけど。
真冬の後を追う。もう帰っちゃってんじゃねえの、とっくに。あ、だけど、あれだけの美女だからね、絡まれてるとかね、もしかして。俺の雇った資格に。そこをさっそうと助け出し、好感度アップを狙う。真冬。なんだ、お前は。あれ、検事生。八神くん、何してんの。いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。腕っぷしも立つのかな、こいつ。大物臭いぞ。まあ、検事生だから大物だろうけど。うん、こちら、森田検事生。それと、ご存知、泉田検事。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。泉田警護、この人との対決か。3年前は私が勝った。今回は君が羽村の弁護を。私も弁護士やありますね。弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃ、また。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。煽り役か。あん時は絶縁が繰り広げられる。勝てただけだよ。ほざいてろ、野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみる。何もかもだ。もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。見てたのか。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って、新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってる。一緒に行こうよ、絡まれたくないよ。お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。僕本来気が弱いんだからさ。みんな心配だっつ。ゲームだからいいけど、僕一人だったらこんな街うろつけない。どこだっけ、源田事務所って。マップに表示されてないんだけど。つくもからメッセージ。おお、オタッキーね。どうした。八神氏、悪いのですが、ちょっとお付き合いを頼まれてくれませんか。さっきの件の依頼料代わりということで。わかった、どんな用語。ラブスターのレア物のフィギュアです。恵比寿屋で売りに出されているという書き込みがあったのです。僕としたことが発売日に買い逃してしまって、この機会に入手しておきたいのですよ。なるほどね、旅館。恵比寿屋質屋ね、はい。どこだっけ、裏路地の方にあったよね、エビス屋って。あ、もう一個向こうか。スコーのフィギュアを買う。ここか。掘り出し物とかもあったりするからね。このお姉ちゃんかな。あ、違うわな。いらっしゃいませ。で、所持品を売りに来たんじゃなくて買いに来た。あった、ラブスターのフィギュア。高いな。他どうしよう。え、これなんだろうね。将棋盤とか置けるのかな、部屋に。他にもいろいろ置物あるね。全部部屋のインテリアに使えるのかな、この辺は。これだけたくさんあるっていうことはさ、そのうちもしかしたら弁護士事務所じゃねえわ、なんだっけ、探偵事務所も
ストーリーが進むにつれて大きいものにところに引っ越していく可能性もあるよね。質屋の出品情報まで知ってるなんてすげえな。もう筒抜けだわ本当に。3位の花屋も真っ青だわ。花屋的ポジションか。じゃあ先につくもにフィギュアを届けて、それから先に法律、その後に法律事務所に向かおっか。夜はやっぱり人通り多いな。歓楽街、チンピラどこにいる？あ、いたわ。なんでもうチンピラヤクザみたいなやつと作業員みたいなやつが一緒にいんの。お、でかいコーン使える。こいつでぶん殴っていく。ほらぶっ飛べ。スタイリッシュに動いて。キムチエー、どうよ、かす上げしてやったぜ。飛べ。たくいい加減にしろよ。お、痙攣してた。あははは、痛そうだな、おい。顔面膝蹴りで一発 KO だ。で、寝壁に向かっていく。遠いな。通行人とは積極的に肩をぶつけまくっていくっていうね。先生、ごめん、ごめん。うれうれい、痛い、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やろうが、オスバーマ。これは死んだか。足折れるわ。ダグ、時間食っちゃったよ。三角飛び攻撃、ダメージを与えづらい状態の敵にもダメージを与えることができる上、ほうほう、三角飛び攻撃は結構敵のガード崩しとかもできんのかな。何見てんだおめえら。能力強化について、スキルアプリで能力を強化と。まあこれは収録外でやろっかな。今はサクサクとストーリーを進めていって、で行き詰まった時にどんどんキャラクターの強化をしていこう。今は経験値ためといてな。あ、はい、持ってきてやったぜ。これです、これね、これです、これかと思ったわ。お題は結構。ツイッターのハッキング内にしといてくれ。ツイッターじゃないな、なんだっけ、類似のアプリね、このゲーム内の。ツイッターにハッキングしたらえらいことだわ。いえ、新型スマホのネット予約が解禁するのですから、もう秒でやるっていうことね。安定して通信速度がいいですけれに。オタッキーがこれで明るくなったのか、お前。昔はもっと暗かったのか。それも矢上氏のおかげですよ。家に引きこもっていった僕に手を差し伸べてくれたのですから。ああ、そういえばそんなこともあったっけ。家から出たと思ったら今度はネットカフェに引きこもっちまったのかな。ネット環境だって文句だし、家賃も必要ない。情報屋としての仕事の割には扉開いてんだ。扉閉めれんのかな、これ。お前の能力にはいつも助かってるよ。これからもよろしく頼むよ。えへへへへ。お、信頼とか、これは。フレンドになった後、彼らの元を訪れるとアイテムを変えることがあります。アイテムが変えたい時は時間を置いてから会いに行く。フレンドね、住人と親交を含めてフレンドになろう。アイコンがついた住人とフレンドになることができると。で、なったことによって様々な恩恵を得られる。絆ゲージ。ほう。悩みや問題を解決してあげることで上昇していく。街の人との触れ合いっていうことね。じゃあ早速何かアイテム買えんじゃねえの？信頼とか足りないようだね。これもメインストーリーのうちだったか。
じゃあ次はどこへ？あ、そうそう、法律事務所か。あ、ここのテントみたいなのは夜に開いてるってことか。へぇ。日中通った時はなんか作りかけのような感じだったけどね。いた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 、やめんか。結構グイグイ来るな。あ、看板蹴りで壊しちゃったわ。この蹴りを看板で壊すぐらいのキック力を見てビビらない敵もすげえわ。やろう、飛べ、カツアゲして。おい、1万円もくれた。すまんね。さ、おばわりさん来る前に逃げよ。恐喝事件、逮捕まっしぐらだわ。泉田健二に検察側として出法廷に立たされるんじゃねえのか。今度は被告として、恐喝事件の。どうぞ。すっかりくつろいでんだ、先に来て。俺がフィギュア買ってる間に。何その大物感。おい、八神。なんで先に回答だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく。お前も座れ。え、座ればいいの？座る場所ねえんだけど。どけよ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。え、わかるな。了解。食いついてくんだ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。先生、じゃあそれでいいのかい。嫌味たっぷりに言ったような口調だったけど。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。クイックサーチモード、証拠品などのものを調べる際に使用する機能。画面の左側に調べる対象の全体像をカーソルを合わせたところが右側に拡大されて表示、調べられる場所は右側の拡大表示の中に出現。丸を入力すると調べることができる。はい、資料を見るってことか。被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。要はチンピラってことね。暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した。脳まで達したか。アイスピック状の凶器が脳まで達したと見られる。でその後目玉を首抜かれたってことだ。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。まあかなり凶悪な手口だからね。だからもし羽村が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人。まあ俺もそう思うわ。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明。これで羽村が犯人だったらゲームじゃねえからな。俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。黒幕がいてこそのゲームだから無罪だ。死体の目で何か違和感があるな。ここが殺害現場なのか。殺害現場なら必ずある血痕がない。これは他はこの靴とかどうなのよ。ただのスニーカーっぽい。死因は眼球から脳に達する傷。凶器はアイスピック状の刃物か。眼球をえぐり取ったのは見せしめのためか。それとも他にも2人被害者がいるんだよね。怪しいな。
地面。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。だけど多量の血痕は出なかったってことでしょう。これはゴミ。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てた。2時から6時までの間ってことか。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは、やっぱりそうだね、午前2時から発見された6時までの間、この4時間の間が犯行時刻か。被害者の所持品は財布、胸元のポケットか胸ポケットか、それともこん、被害者の死体からは財布も携帯も見つかって、物取りじゃねえの、ただのスマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はして、計画的犯行か。被害者の死体からは財布、調査完了。犯行現場がここじゃないということぐらいしかわからなかったんだけど、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。34歳には見えない貫禄なんだけど。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の強霊会と東上会との抗争がある。これまでにも強霊会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は強霊会と敵対する東上会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。頭の悪い俺でもこのぐらいわかるわ。ヤクザ同士の抗争である可能性が高い。東上会と関西強霊会と抗争ね。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と強霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れて、暴行はあまり大したことなかったんじゃないの。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。痛い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 、デッドスペース、やめて。から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。見てるだけで痛いんだけど。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。1週間後に逮捕されたっていうことか。でグラサンかけさせたのは一体誰だよ。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液、絶対表現規制だろ。そしてグラサンかけさせたの不正だとって、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。羽村が疑われる理由は山ほどあるよな。
確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。まああんたは弁護士だからだ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。一言余計だわまさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？同感です。もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。だけど羽村が犯人だと思ってるんだよね。俺らは羽村の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明するのみ。真実を突き止める必要はないってことだ。なら次はどう動く？じゃあ我々が真実を突き止める側でしょうよ。被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時一人で逃げた。今度はそいつを当たれってことか。村瀬ね。同会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。羽室町にまだいるっていう話だったよね。久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。確かにこの夜村瀬が引き下がったままじゃヤクザらしくないか。さらわれた久米を助けるとかすんのが自然だ。ただその事情を村瀬に聞くとなると。おいおい、今こんな時に協力会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。ピリピリしてるわな。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのはそうだった。分かった、行こう。カイドウさん、ああついてきてくれんのか。カイドウさんいいやつだな。まず協力会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。よし、では松金組の組長にお話を伺いに行こう。おっと失礼おっと失礼車の上に乗っちゃったわ、運転手乗ってんのに。どこだ？拡大マップは？あ、結構遠いな、カットすっか。よし、ようやく近づいてきたんだけど、体力回復するために酒飲んだらめちゃくちゃ操作がおぼつかないんだけど、勝手に斜め行ったりとかするわ。もともと斜め行くのにさ、スティック操作してると余計に斜めに行くわ。これどうしてくれんの？こんな状態で戦闘できんの？松金工業にかくまってもらうしかねえわ。すんません、お邪魔しまうわ。さあこちらです。東上会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても、めちゃくちゃガン垂れられたわ。親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。酒入ってるけどな。久しぶりじゃねえか、タボ。めっちゃ酔っ払ってるけどな。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、
おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ一年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺もカイトさんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件だ。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。ターボンも手貸してくれんのか。カムロ町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いやよくは知らないけど。関西の大手だ。でその梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。何フロント企業。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。感じの良さそうだ親分さんだな。はい、バーターアップになりやがって。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。また尾行か。じゃあもうドローンか。ドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。よし、じゃあ行こう。酒入ってるけど大丈夫かこれ。戦闘になったら。ごめん、うへへへへ。やばい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 、これはまずい。汚いものを見るような目で見られてんじゃねえのか。酒減ってくれば少しはまっすぐ歩けっかな。あ、5になれば大丈夫だわ。多分左のゲージが酒のゲージだよね。まっすぐ歩ける歩ける歩ける。6以上だとまずいってことか。まあだけどチャリ倒してるけどな。やべえ、喧嘩売られそう。ああそっぽ抜かれたわ。よし、そしたら今回はこの辺にしておいて。綺麗なお姉さん多いな。次回そのなんとかかんとかっていうビルの前から始めるかな。もう綺麗さっぱり。3秒前のことすら忘れること。鳥頭。はい、ではありがとうございました。